絶対絶命都市を栗山で実況プレイ。わあ、いや、絶対絶命都市が、公式放送でできるとは嬉しいです。皆さんこんにちは、レトルトです。よろしくお願いします。本日はグランゼーレがダウンロードコンテンツとして発売している絶対絶命都市をクリアまで実況プレイをしてみたいと思います。がっつり台本読めた。いやー、でも最近ね、こうダウンロードコンテンツとして絶対絶命都市が復活しまして、もう4の発売が昔は延期されてたんですけど、もう復活したみたいですごい楽しみなんですけど、今回はクリアまで実況プレイということで、制限時間が一応ございまして6時間。多分ね、6時間って1をクリアするのに本当ギリギリだと思うんだよね。ちょっとね、牛澤さんの実況動画のその時間をこう計算機で足してってあ、6時間超える、大体こみたいだって大体超える、やばいなって思うんだけど、まあ一応ね、キプレイの方も来ているということで、じゃあ、この絶対絶命になっても助けてくれるゲスト、絶対絶命な牛澤さんです。はい、人生絶対絶命の牛澤です。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、俺らが言うのもなんだけど、よくやらせてもらえたよね。ね、嬉しいわ本当に。権利だって移ったばっかなんだよね。そう、グランゼーラさんに、アイリムさんからグランゼーラっていうこの、まあ、開発のスタッフさんが、そうそう、移ってみたいな感じですけど、ありがたい。俺が絶対絶命都市2で主人公につけてる名前とか多分知らないだろうね担当者の方知ってたら多分この放送は実現してなかったかもね。そうそう、俺呼ばれてないだろうな、それが通ってたらだってなんかこう聞いたけど、運営の人がグランゼーラさんに使わせてもらっていいですかっていうメールを送って3時間ぐらいで帰ってきたっていうマジかよって。いや、ありがたい話だよ。ありがたい話ですよ。ありがたい話で、まあ、牛にはこう、牛はまあプレーを実況でしたことがあるんで、うん、そうそう、去年やったばっかなんで絶対絶命都市、うん、ワンは。で、俺はワン自体はもう初見なんで、ほうほうほう。で、3は実況でやって、3やってた、ね、まあ、2は発売日に多分買って普通に、マジ、うん、学生の頃にやってたから。で、ワンだけは、まあ、軽く実況でもちろん見たことあるんだけど、ほぼ初見なんで、なるほど、普通に今回はクリアを目指してやっていきたいと思います。まあ、ウッシーがやったルート以外にも絶対絶命としてさ、うん、いっぱいルートあるから、うん、まあ、ウッシーがこう、なんだろう、クリアできなかったというか、到達しなかったルートをたどり着く、いけば、そうだね、大きい分岐1個あるし、ね、うん、ヒロインとかでね、分岐あるから、そう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 、まあ、ウシーはなんかね、イメージ的にね、ヒロインをいじめてるイメージがある。なことねえよ。なことなかったよ。なんかなかったよね。ウシーってひどいよね。俺そんな普段ひどくないでしょ。女をいじめてるイメージがある。女をいじめて獣を可愛がるみたいな。女って言いまくってた気がする。やってた時。女っていうワードそんな使わないから。普段生きてて女のキャラを女って呼ぶっていう最低の昔の人みたいな。まあでも今回はね、2人でやるってことで、俺は基本的にヒロインを大事にしていくプレーを心がけているから、まあ今回どうなるかだね、2人、まあ、ある程度交代しつつやってみたいと思って、うん、長丁場だからね、長い6時間なんで、みんなこうなんかね、こう 軽い気持ちでこうトイレとかもパッと行ってもらっていいんで、そうですね、はい、な感じでやっていきたいと思います、うん、どっか台本にさ、自分が絶対絶命だと感じた思い出とか書いてある。ベタベタなトークの流れは絶対絶命だったことありますかっていう。絶対絶命だったことある？ある。え、最近だとなんだろうな、あのさ、うん、まあ、LINE というメッセージアプリがあるじゃないですか。 あれをさ、俺あの牛沢名義でしか使ってないのよ。あ、はいはいはい、基本的にこの牛沢さんの中の人の名義としては使ってないと。そうそうそう、それこそレイトさんとかさ、うん、なんかその辺でしか使ってなくて、この間母親に LINE やってるって言われてやべどうしようと思って、それ絶対絶命だね。そう、やってないって言ったやってない、全然やってないって。そう、家族見たら牛沢って書いて、そうそう、俺の LINE の名前が急に佐々木になったら察してもらって急に佐々木に突然なってるかもしれないんで。あ、なるほど。そうなったら悟ってもらっていいですか。LINE アカウント一つしか作れないからね。いや、そう、なんかそう作れるんだろうって思ってたらダメでさ、困ってんだよね。俺がね、こう人生で一番絶対絶命だなって思った時は、うん、あの高
中学3年生の時に、うん、あの試験受けんじゃん、あの試験っていうか入試高校の、はいはいはい、で高校受けた時に、うん、その前の日にね、うん、受験票とか鉛筆とかちゃんと削ってね、はいはい、しっかり入れてお守りとかおばあちゃんにもらったねお守りとかねかわいい、しっかりこうカバンに入れてちゃんと準備して、うん、でお母さんもさ、その初めてそういう受験するからさ、しっかりちゃんと確認しなきゃダメよみたいな、すっげえ言われんだよで、あるあるあるみたいな、ね、かわいいな、そうでやってカバン閉めて、うん、よしってその日は早めに寝たんだよね。で明日大丈夫かな、明日大丈夫かなって思って朝起きるじゃんで結構すがすがしい朝だったの、うん、結構体調も良くて、うん、今日は試験完璧にいけるぞっていう時にいいじゃん、こうトイレしててね、ハッと、うん、なんかこれ今日ちょっといつもと違うカバン、はあ、いつもと違うカバンに行けばさらに気分いいかもみたいななんかとっさなんでそう俺に降りてきたのなんかオッケーって思って、あんなに準備したのに、そう準備したんでカバンをさ、うん、カバンこうかいつもと違うさ、ちょっとかっこいいめのカバン、はあ、この横にかける、はあ、今日は決めんぜそしてその前日準備したカバンからさ、筆記用具とか、はあはあ、まあいろいろね、その削ったやつとかこう、はあ、まあ、財布とか入れてよし行くぞって言って、でいつもとさ行ったことない場所だったからさ、バス乗って知らないバス乗って、あの残り10分ぐらいで10分前ぐらいに着いて、よし行くぞって校門前に、じゃあ受験票確認しますって、オッケー、あれあれあれ同じとこ何回も探しちゃうやつ、そう同じとこ、ポケットポケット、右ポケット、左ポケット、胸ポケット、財布の中、カバンのポケット。あれ ?5 秒に1回ぐらいポケット探るやつ。そう。まあもちろんこのね、まあ前日に用意したカバンの、カバンがあったら、ここのポケットに、のここにね、の中にこう受験票があることが気づく。え、それどうなったの？さあ、やばい。で、その頃携帯も持ってないからさ、うん、公衆電話を見つけてね。お母さんお母さんちょっとあの一つあるんだけど、え何あの受験票ねあのね、その日ね、その受験は一応受かったんだけど、滑り止めで ね受かったんだけど、それ以上に怒られた、お母さんに怒られたことのダメージの方が大きくて、あんま喜べないっていうそりゃな、うん、それは怒りますよ、前日あんなに言ったのに、あんなに言ったのに、指差し確認したのに、ね、だからね、あの絶体絶命な状況俺は経験したから、多分このゲーム余裕だわいやいや命の危機だからね、いやいや、あの時も俺も完全に命の危機で迫ってたよ余裕よこの状況、この程度はこの程度余裕よ、この程度は絶対絶命って言わないねあの時に比べたらということで、じゃあそろそろ始めていきます、はい、やりましょうか、はい、OK、 じゃあ、はい、ゲーム画面よろしくお願いします。やるぞ、うわ最近なのに懐かしい、このフォーム1年前ぐらい来たかな、うん、いやもうシンプルでいいわタイトル画面が、じゃあまずは初めは俺でいいのかな、あプレイは、うん、じゃあ行きましょう、やってもらって、待ってね、あ来た、うん、オプションとかいじらなくていいのかな、なんかあったっけオプション、ニューでいいか、まあいいでしょう、行きましょう、長丁場、あおっと、なんかチュートリアルとかあるけどいらないよね、チュートリアルは、チュートリアル大丈夫でしょ、まあ、絶対絶命としてシリーズはやってるから、まあここら辺は慣れつつ、うん、ちなみに難易度の方は、ウシは何やったの、俺そりゃお前え見くびるなよ、マジで、いやノーマルですけど普通だなお前まあでも初見ハードなんかね、初見でハード実況してね、誰も喜ばないからね、そうだねだからノーマルにしろって言ったのにってなっちゃうから、ね、そうだね、じゃあまあでもこう絶対絶命なね、はいはい、2人がこう揃ってるわけだから、うん、あ待ってモニター消えたモニター消えた、もういきなり絶対絶命だわ、どうするこれ、どうする、どうしたい、みんな、みんなどうしたい、これはみんな的にはこれどうなんだろうでも6時間だからね、ハードにして放送押すの見たい嘘だろ、こういう時ってみんなハードを煽るんじゃないのまあ俺とウッシーのこう信用があんまりないんだろうねこういう時大体みんな難しい方にさせようとするじゃん
みんなグダルシイージーっていうやつまでいるからだ。嘘だろ。イージーは見くびりすぎだ。一回クリアしてる人がいるから、ね、ノーマルやってっか。じゃあノーマルノーマルでいきましょうか。ノーマルノーマル、うん、みんながノーマルって言うから。あっ、お名前こんな顔だったっけ。なんかハンサムだね。こんなんだったっけなこいつ。これウッシーは名前何にしたの。僕がやった時は、はい、名字イキイキで名前乳酸菌でしたけど、モニターがちょっとまた切れちゃったんです、はい、あ大丈夫か。イキイキ乳酸菌と。イキイキ乳酸菌、うん、もしもはや人の名前じゃないけど使ってもいいですよ。ええ？イキイキ乳酸菌。いや使いたいかなと思って俺は、はい、まあ、このアイレムさんのねゲームやる時は、うん、まあ、高坂ってワードが、はあはあ、3の初めてアイレムやった時名字が高坂だったんだよね、うん、だからそれで名前だけレトルトにしたんだけど。なるほど。じゃあウッシーと俺ちょっと半々ずつ取るか。じゃあ名字決めて。名前俺決めるから。俺名字、うん、逆でもいいけど。そうだね。こいつのデフォルトの名前なんだっけ。デフォルトの名前なんかあるの。あるよ、ちゃんと設定あるよ。エンド押せば。でも進んじゃったら嫌だしな。このキャラ2でも出てくるからね。あ、そうかそうか。主人公、あ、須藤だ。あ、須藤。そう、まあデフォルトはね。うん、じゃあカタカナとかも普通にこれでいいのかな。じゃあちょっとウシがイキイキだったから、うん、俺イケイケにするわ。いいんじゃないこれ。イケイケ。イケイケ。イケイケ乳酸菌でもいいけど。名字の意味分かってる君。え？俺もやったけどさ、そういうの。イケイケにしてる人に言われたくない。なに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 。よし。こっちの。どっち行きますか。これ俺たちの予想どこにあるの。イケイケ肉野郎。どういうことだよこれ。何これ、太ってんの。それとも何だ、今日は肉食っちゃうみたいな、そういうテンションなの。肉食なんですね。肉や肉食なんだね。行こう。須藤泣いてるだろうね。セーブしとこ。これゲームなんかゲームオーバーとか死んだりとかもあるからね。そうだね。まだ分岐とかもあるから、うん、ちゃんとセーブはしていった方がいい。ミートボーイって言われてる。ミートボーイか。イケイケ肉野郎。おお、すげえ。伝説が始まったね。文字に起こすとすごいな。でも絶対絶命な状況はいけそうだね。うん。改正。わ、2005年。2005年、10年前の設定か。僕は。京介でこの島に転属になった新聞記者だ。新聞記者だっけ。これから始まる新しい生活を思うと目が高め。悲しい。なんか知ってるから悲しいわ。空港から乗り込んだ電車は僕を首都島へ運んではくれなかった。うわっ、ふーん。何かあったのかな、ね、幸せな新聞記者の生活が始まると思ったんだけどな。どうしたんだろう、ね、何があったんだろうね。あれは飛行機が、うわ。このフリーフォントっぽい。パソコンに最初から入ってる感じの。まあ、でもここがさ地震で崩れたらもう絶対絶命だな。うん、お。ん？ちょっとモニターが。モニターが結構絶対絶命だな。大丈夫ですかこれ。絶対絶命モニター。柴田光弘さん。あ、ここにちゃんと日賀夏美いるんだ。日賀夏美、日賀春彦さん、斉藤明さん。ツーにも出てた。あ、いた。あ、いたいた。阿川隆人。あんた最後まで呼んでくれよ。イケイケ乳酸菌さんって言ってほしかった。ボイスあったら驚くけど。肉野郎。何を想定してんの。入れといてくれた。なんか元気に歩いてる人がいるな。防犯カメラですね。空港だねこれ。ああそうだね。え、なんかリアルだな。次あのじいさんがどこ行くか見たいな。あ、こういうのニュースとかで見たことある。うわ、うわ、
怖っ。思ってる何倍も絶対絶命だな。本当だよ。あ、あ、これこの手が肉野郎の手なのか。肉野郎だ。あんま肉野郎っぽくねえな。軽傷で済んだな。あんな。本当だよ。ちょっと首痛いなぐらい。電車こんな傾いてんのに。あ、お電車？電車でしょこれ。あ、本当だ。吊り革があんな角度になっている。すげえ。つうか他に客いねえのこれ。みんな死んでんじゃないの？やめろそういう不穏なこと言うの。いやでもいるでしょ絶対客。いるはずだよね。いやでもラッキーボーイだねこいつ。肉野郎しか乗ってなかったのかな。肉野郎しか乗肉野郎の体がすごく頑丈なのかもしれない。でも肉野郎ラッキーボーイというより鍛えてたんだね。どんどんこいつの恵まれた身体能力発揮していくわ。ゲーム進むごとに。結構顔かっこいいな。かっこいいよね。すげえすげえコンビニの店員っぽいけど。急に俺がプレイしてるけどこれもう固めてる。ちょっと待って。絶対絶命モニターだよこれ。絶対絶命モニター。今のタイミングはないでしょ。ガタッ。そんな、え、お、なんかいろいろ確認操作してみなくて。お、いけいけ。誰もいない。この状況の時点でいけいけじゃないもんお前。なんかいろいろできるよ。いろんなボタンを押すと、あ、メニュー。メニューだね。四角ボタンかな。でも何も今はないと。うん、あ、お、 R1 ボタンで、ね、これふふ、これ絶対絶命都市と言えばだよね。このこいつ一人で何やってんの。危ない危ない危ない。こういう時のやつ、こういう時に使うやつ。こういう時にやればもう絶対絶命モニターね。これちょっとこれこれさ、あのヘリコプターがいるから、うん、あのヘリコプターのとこまで行くのかな。あ、バスで走れる。うんうん、うわぁ、なんでこのルート通ろうとしたんだろうこいつは。うわぁ、ちょっとそんなビビるとこじゃないだろう。いや急に首の裏がでさ、音がやばい。これよく助かったな。これ視点変更とかある？これはないわ。まあ、右スティックで多少変えられるけど、あ、ないっけワンって。右スティックないな。ないか。じゃあこれも視点固定なんだね。え、どうやって行くのあそこまで。え、もう絶対絶命でしょ。こっち。え、まさかこの車を使うの。あ、どうだったかな。あ、なんか L1 かなんかを押してみる今。うん、おーいおーい呼ばなきゃ。気づいてくれないよ。おるぞ、いけいけいるぞ。おーい、いけいけ、ここにいるよ。まだ人がいますよ。おーい声が。まだ生存者がいますよ。おーい、おーい、おーい、うのおーい、必死。急に必死になったな。そりゃそうなるよ。初めからその声で行けよお前。あ、なんか落とした。無事。そこに落とすなよ。あれって救急物資みたいな。無能すぎるだろ。絶対絶命とシリーズのヘリコプターって信用しちゃいけないよ。一番信用しちゃいけないやつですから。その優しさ。ちょっと待って待って待って、ここは良くないよね。え、どこに落とされたんだ。なんかさ、向こうの車、多分向こう岸の。向こう岸の、ほら、あの緑の車でしょ。ちょっと待って、 あっちまでどうやって行くの。え、この下、死が待ってる。どうだったかな。ちょっと、でも行くしかないでしょ、向こう。いやでもないよな、他に。視点変更もできないし。そっか、視点変わらないのか、ワンは。いや、イケイケ野郎だから、俺はこの車で行くわ。この車をどうするつもりなんだよ。ここに乗って何かこうピタゴラスイッチみたいにいかないから。ジャンプしたらガーって動き出して。なんかある、別の場所に行けるとこ。なんかね、ここ多分向こう坂道になってるだけだと思うよ。向こう側は実は行ける。落ちないはず。もうちょっと進んでみ。あ、そうだ、主観はあるね。三角ボタンかな。あ、本当だ本当だ。そうそう、それでいろんなところ見れたりはする。あの車二度と。そうだ、信用しないわ。じゃあ、あの赤いパイプのとこ。ここしかない。本当に。うわ、俺ならもう落ちてるわ。もう落ちてる。これ渡れないよな、立ったまま。ちょっと待って待って。あ、これ降ってないな、ここは。
あ、できないんだ、ここ。あ、あるか、あるか。あ、怖っ。こんなん開示で見たぞ。鉄骨あたりじゃん。スターサイドホテルの。風吹いたら終わりだからな、あんな。視点。あ、こっちか。あ、ちょっと安全そうなとこに。ちょっと待って、ちょっと待って。危ねえ。怖っ。やばい、イケイケが。イケイケ、不用心すぎるだろ。え、どっちだ、どっち。こっちだ、こっち。あの状態でよく空中で振り返って掴めたら空中で振り返って掴むってすごいよ。こいつの身体能力に助けられたね。やばいな、相当な身のこなしだよ。これ高速道路とかそういうとこにあるのかな、こういう場所。実際あるんじゃない。大丈夫なのかな、これ。なんか落ち着いてるよね、うん。こいつ荷物とか持ってきてこなかったのかよ。本当だよ、なんかあるでしょ。手ぶらだけど、リュックサックぐらい背負って軽装すぎるだろ。新しい土地来たんでしょ。ちょっと待って待って待って、何何何。ああ、よくかからなかったね、それ。え、デストラップ。いや、これ危なあ、落ちてきたんだ、これが。あ、これもしかして。そうだよ。あ、無理か。どこ行けんの。こっちか。登れんね。よしよし、クリアしなきゃ。怖っ。これ俺やってた時この時点でもう3回ぐらい死んでたんだよ。マジで。やるな。さっきの落ちてくんの普通にやられたから。いや、でもゲーム実況で正解だよ。そうそうそう、死に様が面白いゲームだから。この水は飲めそうだ。飲むか。飲もう。あの左上にゲージあるじゃん、青いの。うん、あれ今回復するはず。あ、水、ワンは水なんだね。そうそう、あれ時間経過とともに喉乾くんだよ。セーブしといた方がいいかな。一応しとこうか。しとこう。クムって何。なんかペットボトルみたいなの。そうそう、 なるほど。あれば持ち歩ける。なんか2はさ、寒さとか。そうだ ね2は水害だったから体が濡れて冷えるっていうのが。3はお腹の減りなんだよね、確か。あと水もある。そうね、水のあれとお腹の減り。オッケーオッケー。でどこに落としてもらったんだろう、あれ。2は舞台が冬だしな。あー、なんか緑の車でしょ。緑の車どっかにあるはず。一っ子一人もいないね、本当に。本当にな、イケイカが気を失ってる間にみんな逃げたって言っちゃう。誰か起こせよ。本当だよ。でも怪我はしてないんだね、こいつ。そうだね。タクシーみんな放置してったんだよな。本当ひどい。あ、あ、違うわ、これは違うか。どんだけ登れてんの。あ、これじゃない。これだね。なんでこんなところ落としたの、これ。よくここに乗っけれたな、逆に。俺だったらあれ諦めるけど。そうだな、こんな危険な思いして取りはしないな、これ。なんか乗らずになんとか取る方法とかなかったの、これ。まあ取らなきゃ。怖っ、怖っ、怖い。キーキー言ってるよ。キーキーっつってる。ちょっと待って、ちょっと待って、怖っ。危ねえ。避けるね。手紙が入ってた。あれも結構死亡っぽいんですよ。救助隊員からの手紙。手紙書いてる暇だ、はい、助けてくれよ。あ、かなり文字が乱れている。急いで書いたんだな。北の本島へ逃げてください。そこでまた救助しています。この橋は大変危険です。急いでいなさい。うるせえ。じゃあ拾ってけよ。ふざけんなよ。レストランの店長に許可をもらいました。店のものは自由に使っていいそうです。鍵は鉢植えにあるそうです。うん、こんな状況で許可とか取ってる場合じゃないだろ、秋山あの野郎。うわ、レストランがあるの。あれ、あれっぽいな、上のやつ。絶対一人ぐらい乗せれたよな。絶対乗せれたよ。うん、なんか上をさ、せめて旋回しといてほしいわ。うん、めんどくさいから手紙落とすっていう。クズ。できることはしましたか。僕を恨まないでくださいっていう。グーの根も出ないクズ。あ、はい。ジャンプについて。高いとこ落ちると。うん。まあ、基本的にこう。おお。結構難しいぞあれ。絶対無理だよ。あんなんできるのサスケオールスターズぐらいですよ。一般人できないよあれ。サスケオールスターズあれだからね、金田一少年の事件簿とかのさ、うん、なんかトリックとかできるらしいからね。椅子とかをさ、こう渡ってやるやつ、この前やってたわ。
やってほしいな、サスケオールスターに絶対絶命都市の再現、うん、植木鉢にあるのかな、鉢植えにあるっつってたね、さっきの手紙で。これだな、お結構早いんじゃないスピード。いいね、うん、死んでもないし、ウシもこれパートは終わってんじゃないの。いい、ね、終わってると思ういやさすがにもうちょっとあった、もうちょっとやってる、もうちょっとあったよ。そうだな、ウッシーの初見と勝負してるからスピードだいぶ死んだはずなんだよな。まあでもリアルだったら死んでるとこは山ほどあるからね、うん、ウッシーが正しいわ。なんか実況だといろんなところ試したくなってその結果死ぬみたいな、まあまあね、あるからね、まあね、こっち行ったらどうなんだろうで普通に死ぬっていう案の定死ぬっていうのいっぱいやった気がするわ、うん、それは2とかでよく見てるわそうなんだ。森田森田森田、へいへい、よし、これ絶対絶命な状況で森田がこうなったらやばいな鍵を使うのかなこれ。あそうだね、アイテムは使うんだな、使わなきゃいけないんだ。そう微妙に言うと聞かないとこがあるんだね。キーホルダー、キーホルダー、あキーホルダーに、そうそう、あなるほど、いろんな鍵がそこに収納されてる。ペットボトル S ってあったけどさ、水入ってんのかな。あさっきの物資の中に入ってたのか、あの水汲み場みたいなとこ行けば汲めるはず。今空じゃないの。空のさあ、どうだろう、入ってから空の救急袋、あ分かんない、救急袋入ってて空のペットボトルだったら一生恨むけどさすがやばむちゃくちゃだな、もう出れないなレストランから。なんでこいつが通ったタイミングで全部壊れんだようおいやここでさ、なんかいろいろ拾ってくださいとかさ、許可も何もなくない。ちょっとちょっと嘘でしょ、怖すぎ、うわ一刻も早くこっから離れたいわ。何すんのここで、そちょっとちょっと一体俺はここで何をすればいいんだよ。何もう何もかもイケイケが通りかかったタイミングで壊れてくから神がこいつを殺そうとしてるから、イケイケ、なんかちょっとめっちゃ滑るめっちゃ滑る、危ない危ない怖こっちこっち行きたい。何あっ、なんか落ちる、あるね、拾いたいなこれ。いらねえよあ、いる？いやこれが結構使うんですよ。装備ってなんだ、してみて、テラスロンかな。そうこういうの、こんな光らないよ本当だよしかも何ですか、前方が明るくなるという、ね、確かに意味がわからない。こっちでいいの、ちょあかんなこれいけないなこれ、こっち来たとこだよ。救急隊員のおっさんはここで俺に何をしようと言ってるんだ。手熱いだろうよ。これあっち側、え？でも持ってもいないとこが通路だったりするわけだよねこれ。あそうだ、100円ライターってオイルの量あんだっけ？なんかみんな言ってるけど。何もう切れていってんの？なんかね、明るい場所では別に使わなくていいかも。暗いところで使うと効果的。あでも多分そこ行くと、うん、暗いとこ入るから。あこっちだ。とりあえずつけてていい。厨房かな？お。水だ、飲もうぜ。あ、水の場所が生物地点なんだ、ね、火消せよ熱っバカじゃないのいやこのライターはもう消えるまで使うわ。あ、水汲んであるか一応確認してみたら、汲むしてみるか。あ、さすがに入ってた。これで入ってなかったカラーのボトル汲んでねっていう無能すぎる、無能。組み洗いしながら投げただろうなこれしかもわざわざあんな車のとこに絶対で聞こえてたってことだもんな、物資を落としたってことは、ね、一応俺のおいおいがあいつなんか呼んでんよ拾う、いやいいだろなんか手紙でも落としてクスクス言いながらね、ひどいな。首都島周辺で発生した地震は現在も断続的に昨日正午って結構じゃ時間経ってる。そうだね、長い間気絶してたね。こいつ相当気を失ってたんだ。現在も1000人余りの住民が取り残されている模様です。ああ。救助活動は主に浸水の激しい
南西エリアから行われており、大きな混乱もなく順調に進んでいるようです。何も順調じゃない。新たなニュースが入り次第お伝えします。そう、このゲームの舞台が今言ってたけど首都島っていう場所で、うん、なんか人工の島なんだよね。なるほど、うん、よし昨日そんなに時間が経っていたのか。みんなに見捨てられたんだな。携帯とか持ってないんだなこいつ、うん、あ、なんか、なんていうか、あ、ペットボトルかこれ。空だ。なるほどなるほど、そういうことだね。トイレ行きたくなった時に使えんね。なるほど。空だ、よし。お、お、いいよ。いいね、こういうの。何何、どういうこと。あ、これ水飲みゲームちょっと減るんだな、ゲージ。何が、あの下通れない。あ、お、来た。あれ、ああいうトラップたまにあるんだよ。調べると水飲みゲージがちょっと下がる。あー、トラップだったのか。そうそう、厨房だね。厨房だな。あ、こっから出んのか。出れんのかな。大丈夫だなこいつ、本当に。本当に一人ぼっちだもんな。こんな序盤でこんな絶対絶命なんだな。やだな、こんな状況になった。もう嫌な予感しかしないな。なんかこんな状況になったらこんなサクサク行動できなそう。こいつの決断力すごいよね。なんでだよ。いや本当に人一人分で支えてたんだよ。ギリギリだったんだよ。なんでこいつが通った後に。ちょっとちょっと、うわ、え、どういうこと。降りる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 ぞ、降りるぞ。怖っ。え、どこ行けばいい。こっちこっち。後ろ見てみ。あ、なになに。女性の声が聞こえたよ。牛でいう女の声が。女の、ナオンの声が。ナオンの声聞こえた。聞こえましたよ。え、そうだ、ここで出会うのか。ヒロイン。ちょっと懐かしいな。がぜんやる気が出てきた。うん。ナオンどこ？ナオンは。まあ、ちょっと行けるところ進んでみるといいよ。いや、こんな状況で助けたら絶対惚れてくれるよ。確かにね、惚れないわけないよな、実際問題ね。ナオンどこだ。え、こっち。こういう時声出すのが。ああ、なるほど、使えたりとか。おい。誰もいないから行くか。誰もいないみたいだな。聞き間違いだったみたいだね。うん、じゃあ先に。おお、うわ、いった。背中を強打したな今のは。え、こっち登れんのか。ダンボール、手が届きそうにない。絶対届くよなこれ。、うん、さっきまで強靭なさ身体能力見せておきながらこれは届かない。ちょっと飛べば届くだろこれ。なんか使えないの。なんかいけると思うな俺これで。うまくやればさ。わかるわ。どうしたいの。無理か。女諦める。女諦めっか。まあ女を探す必要があるんだよね一応。女か、うん、こっちか。え、うわ、燃えてる。これ突撃したら死ぬよな。ワンだとなんか死ななかった気がする。ワン大丈夫なの。そうそうそう。どこにいんだ。ワンで炎を触っても死ななかったからさ、ツーで同じことやったら普通に死んだんだよ。ああなるほど、ちょっと調子乗っちゃったんだ。助けてください。あ、返事した。いる。この中だな。この電車の中ってことめっちゃガタガタ揺れてっけど。いやでも自分も死んじゃうかもしれないからな。そうだよな。こんな絶対絶命なのに。ちょっと惚れてくれるかどうか聞きたいわ。先に助けてくれたら。惚れてくれるかどうか。助けたらね、本人に聞くの。付き合ってくれますか。え、どこに。でも入れないよ反対側とか。あ、来た。お、ええ、うわ、ほら、怖え。俺も完全に惚れてもらわないと。
割に合わない、うん、結婚まで行ってもらわないと。あ、いるじゃん。いる？いるいる。ほら。助けに来たのにこの言い草。これがな。ここ何回見ても面白いな。どっちなんだよ。ちょちょ不安定すぎる。早く来いよ。何やってんだ。早く来いよ。ね。早く。ちょっと切れ気味だもん。半切れ。来ればいいのに。大丈夫？でもさ、バランス的な問題があるよ。どっちなんだよあいつは。やったぜ。やっと死んだ。でも最悪だ。もういやここは絶対死ぬよ初見。これ絶対初見殺し。じゃああの女の人が一回言ったのはあれだったんだね。そうそう、そういう意味で来ないでって言ったの。助けては欲しいけど。やったぜじゃねえよ。やったぜ。レトルトさーん。